どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。今回はじゃな、ノーウェイプ大サバイバルの初見プレイをやってみるぞよ。日本語で訳すと、死ぬ方法はありませんサバイバル、わら。それはさておき、このゲームは一体どんな感じなのかプレイしていくぞよ。まずは初めからあるチェストの中身じゃな。ここに今すぐ必要のなさそうなアイテムを置いていくとしよう。ここは自分の拠点のようじゃな。ゲームをプレイするとこの場所から始まっている。拠点周りにはおなじみの採取可能なものがあるみたいじゃな。そんでもってキャラクターのデザインだがちょっとカクカクしたポリゴン風なのも特徴。操作は他サバイバルゲームと同様にスニークや疲労動作やオート機能もある。序盤から持っているピストルなんじゃが、弾の数が表示されておる。これは弾がないとピストルが使用できないみたいじゃ。弾がない場合はピストルで殴るという動作になる、わら。ということで弾があったのでバックパックに入れて敵を倒してみるぞよ。敵からも何やらドロップする。基本やるべきことは同じような感じじゃな。そんでもって作業台を見てみようかのう。これはラジオみたいじゃな。外の世界に連絡するために使用されるみたいだから取引のための連絡要素だろうか。そんでもって次。バンカージェット？なんぞこれ、レベルなんかもあって必要なアイテムを設置できるようになっておる。これはちょっとよくわからない設置物じゃな。これはアイテムを集めてからじゃな。次にクラフト要素はもちろんあるぞよ。床、壁などを設置し拠点の強化をしていける。それから基本の制作はというとこんな感じ。レベルが上がるにつれて作れるものが増えていくという感じじゃな。斧を作ってみたので木の採取をしてみようじゃないか。木の採取やらでもレベルのゲージが上がっていく。この辺りも他ゲーと同じようじゃな。また、デイリー報酬などもあるみたいじゃのう。ゲットボタンをポチッとな。するとこの中に保管されておる。キャラクターの装備品はこちら。ベルトというのがあるのう。ベルトを装備するとポケットが追加されておる。現在だと3つ入れられる。そしてバックパック。あとはポケットじゃな。防具は帽子、服、ズボン、靴の4点。さて、そろそろマップでも見てみることにしようかのう。おっとイベントマップが出てきたようだ。ちょっと見てみよう。ふむふむ。他のマップはどんな感じじゃろうか？なんか鍵マークがついており、レベル13とか書いてあるのう。このエリアはレベル13で利用可能という意味か。にしてもマップの強さの表示がないようだが、あくまでもレベルいくつで利用可能という感じなのかのう？これは行ってみないとわからない。せっかくだからイベントマップでも行ってみるかのう。移動にはエネルギーが消費される。満タン時で120エネルギーとなっておる。さて着いたぞよ。はじめはいろんなアイテムが欲しい状態だし採取などもやってじゃな。ちょっと待てよこれを漁ってみるかのう。ふむふむふむなんでもいいからもらってじゃな。うは、もう持てないじゃった。そうそうそう、ベルトに入れることができたのじゃった。この辺りは箱が多いぞよ。おう、弾と壊れかけの銃か。壊れかけか。修理ってできるのだろうか？銃が出るのはいいのじゃが、耐久値が少ないのう。おっと、バッグがいっぱいになったようじゃな。変えるとするかのう。ちょっとチェストを作ってアイテムを保管する。とりあえず適当な場所に設置して。この辺でいいだろう。後で移動することもできるようだしな。ちょっとばかり拠点のクラフトをやってみることにしよう。床を設置して広げていこうじゃないか。
もう一仕事してくるかのう。先ほどはイベントマップだったので今度は最初に行くであろうマップに行ってみるぞよ。おっと、人間がいるではないか。おそらくボットだと思うけどじゃな。ふむふむ、防具はなくなっているようだ。さて、壊れた車などがあるから物色してみよう。確かこのアイテムは必要だったはず。バッグに関しては初めはすぐ満タンになってしまうのう。まあこれは仕方がない。これだけか。ということでじゃな。先ほどのマップから帰ってきた。何やら焚き火が作れるようになったので作ってみようじゃないか。2個まで設置可能のようじゃな。ちょっとどんな感じか見てみよう。制作できるものは、ベリージュースに焼肉にキノコのソテーって感じか。その他に制作できるものはレベルを上げることで制作できるようじゃな。マックスボタンをポチッと押して作っておくとしよう。個数をあらかじめ決めて制作することもできるのじゃな。こちらもベリージュースでも作っておくとするか。よし、これで OK じゃな。さてこれじゃ。これが何なのか、必要なアイテムが揃ったのでやってみようじゃないか。スタートディフェンスボタンをポチッとな。なんじゃこれ？戦いに備えるジェット？どういうことだこれは？何かがこっちに向かってきていないか？おわぁ、ゾンビが襲ってきているではないか。何するんじゃ？曲がっておるぞ。おい、やめろやめろ。武器が壊れたじゃないか。なんぞ、ぴったり。これはどうやら敵との戦いを始める装置みたいじゃぞ。ほう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 、これはスキルじゃないか。ということはじゃな。この装置、敵との戦いを始める装置で、この装置のレベルも存在しておる。要するにタワーディフェンスのようなもので勝利するとレベルが上がっていくということなのかのう？それによりスキルがアンロックされていくといった感じか？ふむふむふむ。これはちょっと初めてのシステムではなかろうか？ということでじゃな。今回はノーウェイプ大サバイバルをやってみました。ポイントは、エネルギー消費があるのとタワーディフェンス要素、残念ながら日本語表記はない。まあ日本語表記が少ないのは仕方がないのう。お試しにでもプレイしてみてはいかがでしょうか？それでは次回の動画でお会いしましょう。